テキスト化合をやっぱり繰り返していくと。はい、どうも、社会保険労務士の大月です。今回は久しぶりに社労士受験シリーズということで、受かる社労士シリーズでおなじみの富田先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、いよいよ試験直前となってまいりまして。そうですね。結局、試験日自体は変わらずにそのままやるということで、もう確定でよろしいんですよね、これは。はい、これはもうそう思ってください。8月の第4日曜日ですね。23日でしたっけ、ね。はい。ということで、今日撮影日が6月18日ということですので、もういよいよ2ヶ月余りということになってまいりましたので、今日のテーマはですね、直前期にやっておくべきこと3つの極意ということでお話をしていきたいと思います。では早速、先生、よろしくお願いします。まず一つ目はですね、直前期と言っても、だからって一番基本のやんなきゃいけないものっていうのは変わんないんですよ。うん、具体的にはテキストを読んで、で、その内容で、過去問解いてみてと。テキスト過去問、テキスト過去問、テキスト過去問を繰り返す。これは変わんないんですね。これどこまでやればいいですかね。例えば、過去問をずっとやってると、なんか新しい予想問題に手を出した方がいいんじゃないかとか。はい、すごい不安になると思うんですけど、この辺はどうなんですかね。飽きたなって感じた時ってもうすでにそこそこ頭に入ってる時なんで、そしたら目先変えるんで他の問題集でもいいと思いますね。テキスト過去問、テキスト過去問で飽きたらテキスト予想問でもいいんですが、テキスト問題集、テキスト問題集をずっと繰り返すという、これは試験直前まで変わんないんですね。これが一つ目の極意ですね。テキスト問題集、テキスト問題集を繰り返してる間に、その2度目、3度目、4度目、5度目になった時にどんどん問題解くスピードが速くなってくるんですね。そうすると無理してこう問題集だけをずっと繰り返すなくてもですね、時間は短くなっていくはずだし、そうしたらマスターしていってるということなんで、必ず一旦問題集といったら改めてテキストで確認という作業が入ると、脳っていうのはそれで記憶を定着させるんですね。なるほど、分かりました。一つ目は基本に立ち返ってテキスト過去問、テキスト過去問をやっぱり繰り返していくということ、はい、では先生、二つ目の極意は何でしょう。二つ目はね、やっぱり直前期特有の情報なんです。法改正の情報、それから白書の情報なんです。これはやっぱり入手する必要があるので、これだけは意識してほしい。何らかの方法で、その受験のいろんな団体さんとかがそれぞれ法改正の情報とか白書の情報を出すでしょうから、それは必ず入手するようにしてください。これが二つ目。はい、法改正っていうと、別に試験に合わせてやってくれてるわけではないんで、いろいろ常に起こってるじゃないですか。どこの時期まで押さえておけばいいですか。具体的には4月の中旬に官報に社労士試験のことが広告された時に、その日に生きてる法律でテストをするんですね。はい、で、はい、そこまでで区切った法改正情報を入手する必要があって、それは自分じゃ無理なんですね。どこで区切っていいか分かんなくなっちゃうから。はい、受験のその団体とかがですね、そういったところが出してるものを使うと、そこまでの必要な情報で区切ったものを出してくれますから、はい、それを入手するようにしてください。法改正は優先順位としたら、これは時間があればというよりは必ずやっておいた方がいい部類。法改正は必ずです。なんでっていうと、出題頻度が非常に高いんですね。可能性が高くなるので、量はそんなにとんでもなく多くはないですから、その法改正ちゃんとやっておくと得点に結びつく可能性が高いですから。わかりました。はい、法改正をしっかりと押さえておくというのが2つ目。はい、では3つ目の極意は何でしょうか。3つ目はですね、これも直前期なんですが、ちゃんと一科目一科目の勉強がそこそこできたところで、横断的に見といてほしいんです。横断的に、はい、言うなればこう一つ一つの科目の知識が縦糸だとすると、横断的に例えば時効とか審査請求とか、目的条文もそうですが、そのいろんな法律に共通の項目がある。はい、でそれを横断的に見ておく。その横断的に聞く問題があるんですね。っていうのは大体同じような作りになってるけど、中にはちょっと違うのがあるんで、それを覚えろってことなんですかね。そうなんです。これが非常にいやらしくてですね、似てるけど微妙に違うみたいなところなんです。その微妙に違うは横断的に比較しないとやっぱり分かんないんですね。なるほど。ただこの1年間で基本的には勉強してきたものを改めて並べてみるだけなんで、そんなになんかパワーは使わない、はい、新しいものを一生懸命勉強しなさいと言ってるんじゃないんですね。今まで勉強してきたものを横並びに見ましょうと言ってるだけなんで、知識としては新しいもんじゃないんです。でなのでマンパワーとしてはそんなに大変じゃないんだけど、その横断的にまとめたものを見ちゃった方が話が早い。その横断的にまとめたものも自分でやるっていうと、やっぱりそれはものすごい労力がかかるんで、これは学校で出てるものとか、ね、もちろん先生のところでも、はい、そうですね、私のところもやってますが、その学校とか受験の団体さんですね、で出してる、必ずそのどこでもその横断的なものってのは出してるでしょうから、そんなにそのマンパワー、今申し上げたように そんなにこう浪費しないはずなんで、一度とにかくざっと横並びに見て、あ、ここ微妙に違ってるんだぐらいの確認をしておいてほしいですね。ちなみに先生のところでは、はい、いつぐらいにそれは出るんですか。
横断講座は6月の末までには開講する予定でいます。なるほど、はい、ちなみにどちらで申し込めばよろしいですか？Amazon で電子書籍を販売しまして、でその解説を音声講義をですね、私の、受かる社労士のサイトで、載っけといて、でそっちは無料なんで Amazon の電子書籍をお買い求めいただいたら音声講義を聞けるという形にしておきます、じゃあでも音声講義だけも聞けるのは聞けるってことで、聞いちゃえばそうなんですが、その横断講座の本がないと言ってることが聞こえなっちゃうかもしれないというのはあります、はい、じゃあぜひAmazon でご購入いただいて、こちらのサイトがあるんですね。そうです、はい、このサイトで全部ご案内差し上げてるので、はい、よかったらどうぞ見ておいてください、はい、ぜひそちらでお願いしますということで、極意3つ、おさらいをしますと、1点目が、はい、過去問とテキストを繰り返すと、はい、いうこと、そして、2点目法改正はやっぱりちゃんと押さえておかなきゃいけない、法改正白書とかの直前情報ですね。そして3点目が横断的にやっていくということの、はい、この3つが、はい、この7月8月ぐらいでやっておくべきこと、はい、ということになりますかね。はい、これをやって試験に臨めば必ず得点は上がってますから。ちなみになんかもう一個付け加えるとしたら、先生何かありますか？早く寝ろ以外で。やっぱり体調ですね。うん、うん。なんせ体調悪いと3時間半とかの長丁がどうにもならなくなっちゃうので、試験に入る前にゲームオーバーになっちゃってるんですね。2日間棒に振ったと言っても、疲れまくってた時に寝まくってしまってですね、でも体調良くなっていった方がよっぽどいいかもしれないんです。うん、うん。体調を、やっぱりちゃんと整えることは意識してください。なるほど。そういう意味でも、慣れという点では、模試で試しておくとかっていうやり方があると思いますが、その件についてはまた別の動画でご案内したいと思いますので、そちらもぜひご視聴ください。はい、この動画では、人を雇っている方、経営者、また人事の方、働いている方、労働者、これから働こうと思っている方、その他社会保険労務士を目指している方にとって役に立つ情報を配信しております。興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また励みになりますので、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。